タッと、ジレッ肌に検証さ、せ、タッと、ジレッせ、タッ、せ、タッ、逃がさんジッタッチ、ヒル撃てろこれで、終わりだ跳ね、落とすシック、シック、シック、シハッタッチヒルフッフッスイッタッとはね落とすフッスイッフッジャフッスイッタッアッキメッサッフッスイッこれでなんでもない。少し疲れが出ただけだ。なんでもないことないやろ。センちゃん、今までそんなことなかったやん。私をなんだと思ってるんだ。これでも普通の女子高生のつもりだ。疲れが出ることくらいはある。もう平気だ。こんなことでグズグズはしていられない。さあ、先を急ぐぞ。なななでもわかるよ。せん無理してるよ。うちらが気づいてないと思ったら大間違いや。せんちゃん、もしかしてこの場所で何かあったん？今のせんちゃん、少し前のうちみたいや。れいちゃんと二人で、難波のいる変国に入った。がどうした？この場所に足を踏み入れたから体
体の震えはひどくなるようだ。やっぱりセンちゃんだけでも一度現世に戻った方がええよ。うちらがセンちゃんの分も探索を続けるから。一人で戻るつもりはない。進むなら私も一緒だ。でもここにいるのはまずいよ。悪いが議論をしている時間はない。セン、奴らが待ってはくれないからな。勇気の群れ、こんな時に。もう許して、ここから出して。あいつが来る、あいつに殺される。俺たちをこんな姿にした勇気の姫。姫？こんなことするんはアナムネシスか。もしかしたらとは思ってたけど。ここもアナムネシスの餌場。たとえ体が恐怖に震えようと、精神がきしみ悲鳴を上げようと、正義を遂行するためなら立ち上がり、私は剣を振るうのみ。ソクラテス、私はただまっすぐに自分の信じる正義を貫き通す。もう一人でもいいんです。ハジャ、検証。沈め。痛い。集中砲火だ。スイッチ、タッ、トウ、ハジャ、検証。スイッチ、タッ、トウ、ジレ、フッ、フッ、ヤ、ハッ、タチ、タチ、キル、断罪する。ハジャ、検証。だまり、もしかしてセンさんに関係が。これはあまり合理的とは思えない。父さんの方から私たちに会いに来るべきだ。そう、母さんはセンと旅行ができて嬉しいんだけどな。今鹿いなかった？鹿、大きい鹿と小さい鹿、もしかして親子かな。鹿でそこまで喜べる母さんが羨ましいよ。動物園に行けば好きなだけ見られるのに。そういうところ父さんそっくり。母さんとしては千にはもう少し年相応に無邪気な女の子でいてほしいんだけど。合理的に物事を考えるのは悪いことじゃないよ。母さんが子供っぽすぎなんだ。結婚してた頃は父さんにも言われたかな。私は母さんの将来が心配だよ。ちゃんと大人になれるのかどうか。あら、少し前まではパンケーキに目がない小さな女の子だったのに、いつからそんな生意気言う子になったのかしら。糖質や油脂まみれのパンケーキが非合理な食べ物だと気づいたからだ。変身ヒーローに憧れてサンタさんにベルトをねだるのは合理的なの？それこそ小さい頃の話だ。子供はね、親の心配なんてしなくていいのよ。全力で自分が幸せになることだけを考えて。成長を見守るのは親の役目よ。その後は、そうね、将来セが大人になったら思う存分甘えることにするわ。私がちゃんとした大人になっていたとしてもね。合理的ではないが、
楽しみにしてるよ。何か様子がおかしい。え？バスが蛇行してる。運転手さんは？わからない。ダメだ、崖が。誰か運転席を。せん、ここは。母さんは大丈夫よ。せん、母さんはここにいるから。私たちは確かボスに。一体これは。思ったよりたくさん取れたみたい。取れた。これはお前がやったのか。せ、ダメ。お前、そんな名前じゃないんだけどな。ここでは勇気の姫って呼ばれてるの。勇気の姫。そう。とりあえずみんな蘇りに協力して。ああ、強制だから返事はしなくてもいいよ。ただ差し出せばいいだけ。魂よね。やっと確信が持てた。勇気の姫という言葉に聞き覚えがあるはずだ。この場所を知っていたことも当然だ。体の震えが止まらないことも。一年前、たくさんの人の命を奪った。バスの滑落事故、母さんの命まで奪ったあの悲劇は、事故なんかじゃなかった。勇気の姫が、私たちを天国に引きずり込んだんだ。アナムネシス、蘇りに必要な魂を集めるために。私の親友だったユーリもその時に。私だけどうやって助かったのかはわからないが、そのことを絶対に後悔させてやる。アナムネシスは間違いなく正義に反する存在だ。必ずふさわしい罰を与える。私たち全員でだ。ええ、必ずアナムネシスを止めましょう。最初からそのつもりや。許すつもりもない。ナナナは勇気だけど、アナムネシスは大切なみんなを苦しめるから大嫌いだよ。次の犠牲者を出す前にアナムネシスを見つけないと。まだ先は続いています。まずはここを越えましょう。センさん、ココロさん、それに私と未来、天国に囚われたみんながアナムネシスにつながっている。私たちで終わらせないと。未来が犠牲になる前に。